また無駄な体力を使っちゃったじゃない。これもあなたがグズグズしていたからよ。早く決めてくれれば見つかることもなかったのに。おい、今のなんだ。何ってただの使者でしょ。敵の吸血鬼の使い魔よ。ちょっとそうじゃない。私だから吸血鬼だって言ってるじゃない。あれ、もしかしてあなた吸血鬼って単語知らない？ここじゃ一般教養だって聞いたんだけどな。おい、どうした？怪我でもしたのか？怪我なんて、そ、でも、こうなったらゼガヒでも、あな、バカなこと言うな、このバカ！今の見てたろ？俺に何ができるって言うんだ。お前一人の方がよっぽどマシだろうが。そうでもないわ。今ので本当に空っぽになっちゃったから。あなたたち風に言うと、生きてるだけで精一杯。精一杯でも無理だ。無理だろ、どう考えても。俺にはあんなのを追い払う力はない。悪いけど、盾にだってなれはしない。嘘よ。あなたは私を殺したのよ。そのあなたが。どうしてそんな嘘を言うの。殺したって、あれは。ふーん。なら私が眠っている間、周りを見張ってくれるだけでいい。それくらいなら問題ないでしょ。俺は。ねえ、どうなの？人間のあなたとしては、やっぱり吸血鬼である私には協力できない？そりゃそうだろ。わかってるじゃないか、お前。けど、乗りかかった船だしな。ここで知らんふりするのも寝覚めが悪いし。
何より相手はあの通り魔殺人の犯人なんだろ。ならこの町に住んでる人間としてお前の手助けぐらいしないと罰が当たりそうだ。それってつまり。盾になるのはお断りだけど、見張りぐらいはしてやるってこと。よかった。これで契約は成立。やっと自己紹介ができるね。私はアルクエイド。長い名前だからアルクエイドだけでいいわ。神祖って区分けされる吸血鬼だけど、あなたはなんていう人？塔の式。あいにくただの学生だよ。前もって言っておくけど、本当に何の役にも立たないからな。それじゃあよろしくね、シキ。私を殺した責任、ちゃんと取ってもらうんだから。ほんと、どうかしてる。